ワンスフは、モロッコの鉄道事業者である。日本語では、モロッコ国鉄、もしくは、モロッコ国営鉄道とも呼ばれる。モロッコ国内に幅広いネットワークを持ち、国内主要都市間の長距離旅客輸送、及び、モロッコの主要産業である、林鉱石の物資輸送などを大きな柱としている。モロッコ国内の全2 1 1 0トルの幹線ネットワークのうち、 6 4 0トルが、伏線1 5 8 0トルが電化されている。機関は標準機が使われている。線路自体は、隣国のアルジェリアとも接続しているが、現在は、国境が閉鎖されているため、直通列車は走っていない。駅数は120である。マラケシュ・カサブランカ・タンジェ館、カサブランカ・フェズウジュダ館には、寝台列車も走っている。また、 カサブランカからムハンマド5世国際空港への空港アクセス列車もある。2016年版の経営報告書によれば、旅客部門の実績は、年間旅客数は3950万人一日の、旅客列車本数は220本、年間運賃収入142万ディルハムである。また、貨物部門の実績は年間輸送貨物量2820万。 トン1日の貨物列車本数は72本である。2013年以降、フランスからの技術支援により、アフリカ大陸諸国では初となる高速鉄道 TGV の導入や新型機関車の導入など近代化も予定されている。モロッコの鉄道ネットワークズ、ありがとうございます。